はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴィーナスイレブンビギット始めていきましょう。パスを合成。あ、この辺は普通にやるよな。とにかく試合をやらないとこういうのところを稼げないですからね。しっかり試合をやりましょう。何をやるか。お、神妖杯の方再びエントリー。ディフェンス特訓杯なんだろう。次相手は お、リークダイレクト。これも弾き飛ばした。相手もなかなか強いな。なかなか渡さないですよね。前半戦終了です。おっと、しかしチャンスを相手は逸してしまっている。なんか50行動力使って特別なものをもらえるんだろうか。なかなかインターセプトは決まらない。止められますね。シュートが、お、ついに、お、取りました。こっから反撃だ。もう1点欲しいですからね。そのままシュート行く？ひょっとして。超えた。410ですかね。いや、行かない。あ、インターセプト食らってしまった。ダメだ。相手も結構強いですね。互角ぐらい。
チカさん、ナイスリリス。あ、こわ、止められた。だろうな。やばい、シュート。これはやばい。止められるか？止めた。ナイス。試合終了です。おお。危なかったですね、最後ちょっとだけ。ああ、売り上げも経験値も手に入れましたが。ね、エキシジョン AP なんだこのエキシジョンボードって。見合い時計、見合い時計40はでかいな。この辺ランダムなのかもしれんけど、もう一回やってみますか。お、いきなりリークダイレクトボレーシュートですね。先制点。やっぱり力が違うな、ここ、このレベルになったらスキル使わなくてもいいような感じ。普通のシュートでも入るかもね。お、なんか普通に走ってても使っちゃうんですよね。ですよね。スキル使わなくても十分だよな。スタミナもうほとんどゼロです。前半戦終了です。だから当然交代させます。後ろか。ここにあのポジション出てんだ。これで交代させますか。後半戦開始です。通常のシュート。得点を奪いました。3対0。まあどうしても派手さないですよね。だからスキルを許可。シュート行くかな。超すごいシュートが来た。超えた。読みやすいあんまりつかないですね、スキルの力。からレベル18相手だったら 4-0 で勝つことはできる。ファンも増えます。
そうか、もらえるものは共通なのか。ドラゴンリーグやりますか。もうなんか失ってるやん。ブレインドリブル。あ、アート、これ決まらなかったんだ。いや結構相手そういえば強いんだ。1000とか超えてる。オリフシカオルの強化っているかもね。あっと、い耐えてしまう。前半戦終了です。後半戦開始です。シュート、あ、パワーオブキュウリだ。ナイス。キーパー鉄壁ですね、なかなか。お、どうだ？これで破れるか。破った。どうだ、パワーオブキュウリ。ドラゴンリーグ強烈ですね。早くシュートを決めたい。だが、やばい。お、こっちはもう阻止した。何これ。あー、ダメか。3つとも止められた。あかん、これ決められなかった。ダメです。おー、止めないとダメです。負けました。さすがにパワーオブキュウリですね。クリアしたところを
置いといて、ショートカウズってとこと戦いましょう。ここへつかせることは大事。ハード多いな。ナイスインターセプト。シュート決めた。当然相手はどんどん使っちゃいますからね、スタミナを。どんどん削っていきます。だからインターセプト、あっとこれはそういう技もあるんだ。まただ。この問答が続きます。さあ、色味やさぎだ、来た。2対1。おー、すごい。2対1を突破して、色味やさぎの強さが光りますね。しましたね。ここまで頑張れたのは、相手は強いね、やっぱりな。
まあ、どれだけ経験値稼げるかですよね。だからすぐインターセプトを食らってしまう。なぜこの姫川あかりが強いんです。60使うのかこのスキル。ちょっと君に行け。あ、ダメだ。前半戦終了です。お、決めろ決めろ、決めに行け。彼女は強いですね。でもパスしちゃダメなんですよ。結局これに頼る。2対1だ。パスを止める方法ってないのかな。強い。決まられてしまう。止められるんだ。 OK。 さあ4人目。1回も入らない。これ決められた、終わりです。決められてしまいました。こちらの経験値って15ポイントしか獲得できず、物もそんなにもらえないんだな。通常リーグか、ヴィーナスリーグ行くしかないやん。ここは飛ばしましょう。
相手200なんで本気出すまでもないかもね。しばらくは普通にローカルリーグ進めていった方がいいかもしれません。相手も200なんだし、もっと上行かないとね。シュート、早くタイアップしてほしいんですけどね。前半戦終了です。後半戦開始です。シュート、通常シュートです。決まりました。ツハチツすごいな、力が。試合終了です。でも最後渡したきりだから。ケンチはご覧の通り売り上げ高を、まあ、悪くはないな。42か、まあそんなもんか。シュートが見たい、彼女のパスなんだ。シュートなんだ。決まりましたね。中盤でもシュート決められるのか。
これは行くでしょうね。あ、前半戦終了です。お、超すごいシュートが炸裂。ここでレベル、オーナーレベルアップです。ありがとうございます。まあローカルリーグは先があるんですよね。シュートですね、これ。得点を奪いました。これね、ついに発動してしまう。来るかな、リークダイレクト。あ、ダメだ。前半戦終了です。シュート打たないや。使ってみましょう。なんだこれ。
ドリブルが強い選手の行った方がいいと思う。近いシュートでした。得点を奪いました。これはすごい生つかみこと。ただ結構スタミナを消費しちゃうんですよね。スタミナ消費率が多いですね。出場シュートを見たい。通常シュートは決まらない。ゴールキックになっちゃいます。いやそうですよね。ほとんど時間がないです。4人がレベルアップ。ヴィーナスリーグって何だったっけ。あ、そういうことか。じゃあ使ってみましょう。最後にヴィーナスリーグやって終わろう。これちょっと使いすぎるよな。ナイス。3になってしまった。お、シュート。あー止め合える。やっぱりここは上級だ。簡単には決まらない。ナイス、ウルフシカオル。見られません。後半戦開始です。メロアグレッシブシュート。超えた。燃えるね。シュートようやく先制。
さん、もう一回アグレッシブシュート打てそう。越えました、弾き飛ばした。さ、彼女も直接シュート打てますからね、強い。どうする、もう決めちゃう。あ、時間がなくなった。あ、稼げるやん、一番稼げそう。まあ売り上げだからそんなに稼げないか。試合では経験値が結構稼げるんですよね。試合では経験値稼ぐな、これだな。あ、でも90稼げんのか。じゃあもうもうヴィーナスリーグの上級か、上級やってあげればいいよな。ありがとうございます。中国使うけど、まあ、その分得られるものも大きいですからね。ミラの泉ってどうだったっけ。あ、ミラの泉はありますからね。お金ももらえるんだ。これ何？エリートプラスリアリ。美味しいですね、実は。ドリームチケット使えるんだ。ここではないみたいだな。うん、ないね。うん、ヴィーナスリーグが通常リーグもいいけど、ヴィーナスリーグもいいかもしれません。勝ち点ランキングっていうのはよくわからないけど、8杯なんですね。得られますからね。はい、ということで、ここまでにしたいと思います。はい、よろしければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローぜひお願いいたします。ヴィーナスイレブンビビットお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。